やっほゆみだよー、イエーイ。私ご報告が感想が遅れまして、大好きなモンスターのフラパに出演できました。パフパフ。今日は感想をちょっとだけ話していきたいなと思って動画を撮りました。めっちゃ楽しかった。そのフラパ出演できますよって決まった時はもう興奮で、その日は寝れないみたいな感じ。もう遠足みたいな、その日がもう超待ち遠しい感じだった。大部屋みたいな感じだったんですけど、なんかまあ知ってる方、そのリモートで会ったことはあったんですけど、その直接会った方はいなくて、だからなんか挨拶程度はさせていただいたんですけど、ほらコロナとかもあったから、なんかあんまりそのワイワイとか、なんか結構世間話とかする機会はあんまりなかったです。中の人お話できました。あのサナパッチョさん、パナエさん、リエックスさん、サシミさん、多分すごい気使ってくれて、初めてだったから、だからなんか初めましてみたいな感じで声はかけてもらって、ちょっとお話させてもらって写真撮ったりはしました。中の人はそのツイッターとかでちょっと絡んでいただいたりとかしてて、もうなんかその通りだ。可愛い感じのキャラの人はもうそのままだし、なんかほんとそのままで、なんか優しかった、いい人だった。出たい出たい、よだれみたいな出たい、出たいっていうか、うん、そうだね、うん、出たい、うん、なんかね嬉しいんだよね。その好きなゲームの、その本当にそのゲームやってる会社がユミのことを知ってくれてるっていうのが嬉しい。意気込み、うん、まあちょっとね、そのあのもしユミが出たことによってちょっと違う風を吹かせることができればなと思ってるんで、もしよければまた、何でもいいので、雑用でもいいので、そのモンストの撮影呼んでください。お願いします。